ベールシェバは、イスラエル南部地区の都市。聖書に、しばしば登場する地名であり、創世記では、アブラハムやイサクが、アビメレクと地界を交わした場所として登場する。また、イスラエルの十二種族の住む土地の南端であったため、北端の段とともに、段からベールシェバまでという言葉が、イスラエルの民の住む土地の意味で使われている。 第一次世界大戦においては1917年のベールシェバの戦いの舞台となった。ネゲブ砂漠最大の都市で、ネゲブの首都と呼ばれることもある。2005年の人口は18万5000人である。ベールシェバは、イスラエル南部地域の行政中心地で、ベングリオン大学、ソロカメディカルセンター、イスラエルシンフォニエッタベールシェバの本拠地である。ベールシェバは1948年の、 イスラエル建国以来大きく成長してきた。住民の多くは1948年以後アラブ、諸国、エチオピア、旧ソビエト連邦からイスラエルに移住したユダヤ人である。ベールシェバの周囲には街が点在するが、オメル、レハビム、メタルはユダヤ人住民が多く、ラハト、テルシェバ、ラキアなどはベドウィンの街である。ありがとうございます。